1回の表タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭藤野、左の打席です。1回の表タイガースの攻撃、最初の1球は成田、ストレート取ってファーストへ、これはショートにエラーが記録されます。そしてマウンドは先発ピッチャー門倉、さあ打った、ちょっと上がった、取りました、これでワンアウト、ファーストへ送ります。浅いライトフライに終わりました。そしてこの回はワンアウトになっています。最初の1球まっすぐ打ち上げた、これはセカンドが出ます、これでアウトが2つ、高橋セカンドフライに終わりました。アウト、ツーアウトになっています。初球です、初球高めに来ました、この球は外れています。さあ次はどう攻めるか、見送った、これは際どいですよね。はい、この子外のボール打ちました、ファウルです、ファウルになります。さあ次の4球目は、あっとインコース危ない、外れています。平行カウント2エンド2、次が5球目、あっと見ました、シュース3アウト、このフォークボールに手が出ませんでした。1回の表が終了、タイガース、そしてタイガースの先発ピッチャー上園、これが3試合目の登板になる。1回の裏、ジャイアン6バッター青木、どこに出てくるんでしょうか。打ち上げて右中間です、取ってこれでワンアウト。そして次の2番高橋、このプロ入り通算の打率なんですが、2割9分5厘、プロ入り8年目での成績です。まずどこに構えるか、当てただけ、これはキャッチャーか、今のはね引っ掛けてしまいましたね。赤星キャッチャーフライに終わりました。そしてトップバッターは外野フライ、その後はファウルフライに終わらせました。何から持ってくるか、まず大きく外れてボールになりました。この球は外しています。次のボールは高めのボール打った、これはセカンドになります。取った、一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト、これでスリーアウトチェンジです。さあ2回の表、初回は両チームヒットなしで攻撃を終了しています。最初の1球、最初は見ていきます、カウントワンストライクノーボールです。2球目はどうでしょう、これは大きな当たりだ、これは右中間に上がっている、懸命に追いかけます、あっと抜けた、ワンバウンド抜けました、ヘッドボッカー一塁ゲット、ツーベースヒット、今のバットについてお聞き。そして連勝中のタイガース、アウェーゲームでは勝率5割にちょっとか、これも痛烈、あっと抜けた、抜けました、セカンドランナーは三塁です、三塁ストップ、ヒットになる。そしてこの試合初めての打席ということになります。どこに入れてくれた、最初は低めに持ってきました、ボールカウントワンストライク、このボールはどうか、まっすぐを持ってきました、ツーストライクです。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか、変化球を打っていった、フロアピッチャー正面、ショートが抑えます、二塁はフォースアウト、ショートがダブルプレイ、一塁もアウトです。次のバッターすでに1点を許しています。最初の一球は何か、ただとこの試合も先発のマウンドに上がりました、すでに1点を与えています。第2球は通り決めてきます、2ストライクノーボール、3球で決めてくるか、変化球打った、左の打球になりました、3塁線の当たりはファウルになりました。さあ4投目、真ん中打って上がった、打球はセンターに上がっている、今のはですねフォークに対応できませんでしたね、ありました、3アウトチェンジ。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッター稲葉、1投目、最初はボール。さあ宮本さんにお聞きしましょう、今日のピッチングを見てどうですか、シュートなんかいいと思いますけどね、はい、いいシュートが来ています。外のボール打って竹岩ピッチャーの横、取った、ファーストへ、一塁アウト、アウトです。そして次のワンアウトになっています。さあ最初の1球、初球を叩いた、伸びていく、伸びていく、下がった、下がった、フェンスに当たります、打ったバッターは二塁へ向かった、このタイミングはどうか、ツーベース、中村センターオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。さあランナーが出ました、二岡、さあさあジャイアンツワンアウトからヒットが出ています。どこに入れてくるんでしょうか、まっすぐ打ち上げました、キャッチャーか、
3回の表、巨人対阪神、その3連戦の初戦、どちらが先手を取るんでしょうか。さあ初球はどうでしょう。最初はストライク、カウントワンストライク、ノーボールです。次のボールは、あっと打った、プロ野球はセンターに上がりました。前に突っ込む、上園センターフライに終わ、これで打者、この回は先頭バッターを打ち取っています。何から持ってくるか。強烈な打球、初球しっかり捉えた、右に持っていった、ライト線に上がっている藤本。今日のゲームはエラーで1回だけ出塁しています。さあ2球目、まっすぐ打ちました、打球は右へ。これでアウトカウントが2つ。藤本ファースト、タイガース現在2連勝、このリードは保てるんでしょうか。第1球です。初球は手を出しません、際どく外れた。さあ2球目は決まりました、ワイエンドワンです。さあ3球目、打って打球はショートへ、抑えた、ファーストへ送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあジャン、3回の裏、ジャン、バッター井端、どこに入れてくるんでしょうか。その初球は外のボール、宮本さんにお伺いしましょう。今日のピッチングはどうでしょう。ナイスピッチングですよ。はい、ここまではなかなかのピッチングで来ています。さあこの打球は、これはサードになります。一塁へ、一塁はアウト。さあ宮本さんにお聞きしましょう。アウトを取りましたが、ワンアウトランナーはありません。最初の1球、変化球打ちました、ファイです。ワンバウンドヒット、打ちました。さあ塁に出ます。宮本さん、打たれたのは何のボールでしょうか。シュート、このゲームの最初の打席になります。第1球、初球狙って空振りです。ワンストライクです。2球目はどう攻める。打たされました、転がりません。今のはですね、落ちる球に対応できませんでしたね。取ってツーアウト。宮本さん、今打ち取ったのは何のバッター、青木。1投目はどうでしょう。初球ストライク、ワンストライクノーボール。第2球、高めストライク、ツーストライクです。遊び球あるのか。ストレート、またついている。さあこれはどうか、一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェン。でも打てる感じか。初球は、最初は外のボール、ボールカウントノーワン、このボールはどうか。インコース、カウントノーツー、3球目、見逃してストライク、ワンエンドツーになりました。バッティングカウントになった、思いっきり落としてきました、ツーエンドツーになりました。さあ5球目、空振り、スライダーで仕留めました。そして次の4、ここまで両チームともにヒット2本となっています。第1球です。初球インコースから入りました、ワンストライク。さあ次はどこへ行くか。強烈な当たり、打球はセカンドへ、抜けた、抜けました。さあランナーが出ます、リン、1本目のヒットが出ました。そして最初のバッターは三振、その後はヒットを許しています。初球はどうか、初球空振りになりました、カウントワンストライクノーボールです。さあ第2球、打っていった、これはピッチャーの役、ピッチャー取った、2塁アウト、いや、ピッチャーゴロに終わりました。一塁はセーフ。次のバッターいいですか。ツーアウトランナー一塁です。初球はどうでしょうか。最初はストレートから持ってきました。ワンストライクノーボール。第2球はどういく。まっすぐで決めました。このストレートで追い込みます。キャッチャーのサインは。やっとこれは強い当たりだ。サラーのバッティングはセンターに抜けます。止まりました。ファーストランナーは二塁ストップです。今のはどうでしたでしょう。この回ヒットを2本打たれています。第1球、まず最初のボールを決めていきました。ボールカウントワンストライク、このボールはどうか。あ、これはショートへのゴロ、これでチェンジになるんでしょうか。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4回の表足、4回の裏、今日ヒットが出ると7試合連続となります。どこから狙うか。あっと打ちました、ファウルボール。4回の裏、ジャイアンツの攻撃、次は第2球、外の球は外れています。宮本さんにお伺いしましょう。ピッチングをご覧になっていかがですか。このフォークもいいと思いますよ。さあ3球目は、これはストレート、2エンドワン。さあ次の4球目は、あっと打った、取った、1塁へ、アウトだ、堅実な赤星、
セカンドゴロに終わっています。さあもう一度見てみましょう。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。さあ初球はどうでしょう。アウトコース打ってサードが取ります。ファーストへアウト、一塁アウト。そしてバッツーアウト、ランナーはありません。まずは初球打った、これはピッチャーショート取った、一塁へアウト、一塁アウトです。スリーアウトチェンジ。これを打て上げだな。5回の表、今日の奪三振の数は2となっています。まずどこに構えるか。まっすぐ打ちました、打球はセンターへ上がった。ありました、ワンアウトになっています。次のバッター角く、この試合許したヒットの数が4となっています。初球はどうか。まずは初球見送りました、ワンストライク。さあ2球目、今度持ち上げてショート後方への打球、取りました、ツーアウトになっています。打順がこの回まずツーアウトを取っています。さあ第1球、バッター藤本どこに構えるか。見送ります、ボールカウントツーストライク。さあ1球様子を見るか。バッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ボールを捉えられませんでした。最後に空振りを奪ったただいまの5回の表が終了。タイガース2回目の三者凡退に倒れています。上園今日のピッチング内容からすると勝利投手の権利をまずは手にすることになりそうです。最初の1球内へ、最初は低めの球。さあ宮本さんにお聞きしましょう、今日のピッチングはどうですか。まあストレートが本当いいと思いますよ。まあなるほど、ストレートが伸びています。3投目、真ん中を打ってピッチャーの横、セカンドが抑えます。1塁に送ります、1塁アウト。中村セカンドゴロに倒れました。第1球です、初球から打った痛烈な当たり、ランナーセンターへ上がった。これはいいですよ、ワンバウンドを打ちました。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ、ショートが中継、ツーベースヒット、二塁か左中間へのツーベースに。さあバッターは7番、先頭打者は内野ゴロ、その後ツーベースを打たれています。最初のボールは、最初は変化球、空振りです。ワンストライクノーボール。2投目、真ん中を打って上げてしまった。上がったか。取ってアウトが2つになりました。今だライトフライに終わりました。ツーアウトで次の上園、5回ツーアウトまで来ています。そして3安打を打たれています。さあ1球目、初球は手を出しません。ワンナッシングです。2投目はインコースボール、ワンストライクワンボール。さあ第3球。打っていった、左方向へ、ラインの外、今のはファウルです。まあバッターもね、簡単に打っちゃいましたね。三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振で勝った。さあタイガース、この後2番から始まります。東京ドームは2番バッター、浅井、第1球は外から、抜けた、間をきれいに破りました。ヒットになります、ライトへのヒットになりました。そして、タイガースこのまま初戦を勝利で飾るんでしょうか。初球はどうか。さあバントした、ファウルになります。ここまで1点を与えています。2球目はどうする。高めを打って直接タッチ、これで2アウト、ノーアウトランナー、2アウトになっています。1投目、真ん中打ちました、ショートが抑えます。1塁へ、1塁アウト、これで3アウトチェンジ。立てや6回の裏、ジャイアンツ、バッターはピッチャー角く、どこに入れてくるか。最初は見ていきます、ボールを操ってきます。さあどうでしょう。真ん中は打ち上げてレフトです。しかし詰まった当たり、打ち上げました。角くレフトフライに。この前の打球はいい当たりだったんですが、ピッチャーゴロに終わっています。綺麗に捉えましたね。初球はまずは見送りました、ワンボールになりました。2投目は外のボールは、これはセカンド、追った、1塁に送ります。アウト、アウトです。
青木、セカンドゴロに終わっています。早くもツーアウトになっています。この回はピッチャー楽でしょうね。早めの攻撃を仕掛けていったというこの回の攻撃でした。最初の1球ストレート、竹はピッチャーの後一塁送球、一塁これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さて試合は7回の表、この3連戦の初戦は7回の表まで来ました。さあ1投目、初球は手を出しません。カウント1ストライクノーボールです。さあ2球目はストレート打ちました。ライトに上がった。ロッテ木山、ライトフライに倒れました。さあタイガース、連戦の初戦ここまでリードを取っています。第1球は最初は内から入りました。1ストライクです。2球目これはまっすぐ、カウント2ストライクノーボールです。さあ決め球を見せるか。三球三振、三球で蹴りをつけました。空振り三振に仕留めた場面、先頭バッターは外野フライ、その後三振を取っています。第1球です。まずは見送りました。ボールカウント1ストライク。さあ2球目まっすぐを打って、この打球はファウルになります。一気に蹴れた。あ、そう、この球は見ます。ここは1球を外します。さあ4投目、なかった、なぜよ、インコース外れてボール。あれを見逃せればいいですよね。はい、しっかりと見ました。次が5球目、なんか喋れるんでもケーキができるよね。いいストレートでしたよね。喋れるもん、本当に。さあジャイアンツ1点を追っての攻撃です。7回の裏、4回の前の打席、サードゴロに終わっています。初球は初球見送っていきます。ノンストライクワンボール。さあ第2球、大きく外れてボールになります。ボールカウントノーツー。次が3球目、しかしこの球はボール。いやー、宮本さん、このピッチングはどうご覧になってますか？これ以上はないってくらいのピッチングですよ。ですよね。打線にとっては辛い相手となりました。さあ何を見せるか。ツーを切ります。まあ、きっちり振ってんですけどね。しっかり振って空振りです。ツースリーまでした。引っ掛けた感じになりました。ファールになりました。今のはね、ファールになって助かりましたね。はい、そうですね。ボールカウントは変わっていません。ファーボール、ファーボールです。いきなりファーボールでランナーを出しました。さあブルペンが慌ただしくなってきました。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。稲葉、その注目のバッターボックスです。第1球はどうか。落ちるボールを打ってファウルになります。奪った三振の数が1となっています。2投目はマジか、取りました。2塁はアウト。稲葉セカンドゴロに倒れました。いい場面でホームラン。7回の裏、ワンアウトになりました。最初の1球、初球ボール、ここは外してきました。2球目です。真ん中落ちました。ファウルボール。中村武、今日のゲームは1回出塁しています。3球目、外のボール打って、これはサード抑えた。1塁に送ります。1塁アウト。しかしランナーは2塁へ。中村サードゴロに終わりました。2アウトになっています。まずは初球、滑った感じでしょうか。5回の2打席目、センターへのツーベースを記録しています。打った。この打球はレフトです。交代交代。あー、くす取りやがったか。これはきついな。藤川球児俺だ。近いの表。はい。バッター。この年の最初の球。この時藤川球児だ。俺が取ったんだよね。ジャイアンツのトレード。おるんじゃろ。これ決めてきます。2球目はどうする。どのタイミングで藤川球児出すかな。あっと強烈な打球。ショートへの打球。ショート取った。一塁へ。さあ、どんなトレンジ。一塁アウト。カノー、ショートゴロに終わっています。ピンチヒッターですよ。さあホームランの欲しい場面、タイガースピッチャーに回ったところで代打を告げました。1投目はどうでしょう。これも強烈な打球、センターの前、ヒットになりました。さあヒットになる、期待に応えた格好になった。そして次、藤本、今日は一度の出塁、エラーがありました。第1球はまずは見送りました。ワンストライクです。2投目は外のボールが打っていった。ちょっと離れていましたが打っていきました。さあ次のサインは、なんと体に近いところ、バットフンの変化球、2エンド1になりました。さあ4球目、変化球打った。これはもう交代だな。これどこで交代よ。でも こいつ1点まで、1点で抑えてくれとったんですよ。でもダメだよ。さあ次のバッターにつなぎました。ランナー返せばダメ押し点というこのバッターボックス。藤川球児出すしかねえ、うるさい相手に。
ジャイアンツ。何でもないそこだろうなってな。小倉さんって感じですよ。ここってやけなんだ。タイガース、連戦初日。まずはリードを取っています。初球は、ここを送りバント。ね。ファーストが取ります。ファーストへ送ります。送りバント成功です。これで2アウトです。そして、今日はここまでノーヒット。さあ、最初の1球。まず外から入りました。ワンストライクノーボール。次の2球目。これは見送りました。追い込みました。152キロです。さあ、外してくるのか。シャー3アウトチェンジ。このピンチ、三振に切って取りました。結局、空振り、三振に終わりました。さあ、ジャイアンツ、この後、下位打線から始まります。1点で抑えるときの問題じゃないでよ。全然点が取れてない。ジャイアンツ、2番手のピッチャーを出しています。ウィリアムズ、昨日に続いてのマスクを入れます。このプロスはね、あんまり点が取れんなって。打てるときは打てるんだけど、8回の裏、ジャイアンツ、今見ておいてよ。ライトフライに終わっています。新潟か、新潟あんまり打てるな。もういったー、打ち上げて、これダメやん。あれが振り分けたか。ワンアウトです。井端、セカンドフライに倒れました。タイガース、この試合2点。そして、さあ、3回目の打席。初球はどうでしょうか。取られた。フライになった。アホでよ。しっかり取りました。ここは誰で出すか。タイガース、4番手のピッチャーに変えています。渡辺、これで今年の登板数が12となる。ここで、もう違いかな、ローズやな、やっぱ。ここでね、ベンチ動きましたね。点の欲しいこの場面、ジャイアンツ、どちらもバッターを変えてきました。ローズ、左のボックスに入っています。ピンチヒッター、ローズ。1投目。最初はインコースから来ました。ワンナスイングです。この回順調にツーアウトまで来ました。次の第5球、この変化球は外れています。カウント1エンド1。3球目はどうする。ピッター、うるさい、うるさい、うるさいんだよ。右方向への打球は一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。近いのが同点となるホームラン。このホームランはピッチャーだね、ここが。ピッチャーはすげえ悩むな。変化球が甘くなったんですか。藤川球児のところに代打でローズ出してが同点になったけど、どうやってつなげる。そして既に落ちも落ちもってくるかな。さあ第一球、これは外れました。カウントノーワン。ここでね、勝ち越したいのよね。なんとかこれは大きく外れてボール2つになりました。3投目、ストレートできました。ボールカウント1エンド2。さあ、バッティングカウントどう攻める。今度もまっすぐできました。あの気持ちよくなるか、なんかホームランも狙いにくじゃないんだけど。さあ、ボールです。ここで来たらいいのか、無駄じゃんか。そして次の、さあ、ジャイアンツ、フォアボールのランナーが出ています。どこから攻めるか。初球ストライクを取りました。ワンストライクです。赤星、このゲームは塁に出られています。まっすぐできました。ボールカウント1エンド1。さあ、3球目はどうか。外のボール、1エンド2になりました。さあ、バッターちょっと有利か。ああ、キーパーショートへ抑えた。今日見て打てやつ打てたのかい。そう、前全部同点になってないよ。そういう問題じゃないよ。ピッチャーどうやってつなげるかが問題だよね。とりあえずトヨタで行くかな。まずはトヨタ出して落ちて最後来るんでいいか。多分かなり持ち出さなきゃいけない。3番手ピッチャーを出します。今シーズン8回目のマウンドになります。9回の今日のバッティング3打数1安打。最初の1球、まずはストライク。ボールカウント1ストライク。2球目はどうする。アウトコースへ決めました。ボールカウント2ストライク。この3球目はどうする。しゃあ、一球が決まった。一気に決めてきました。バッター俺中継ぎに2周やからね、取られてねえからね。まずはインコース、ワンストライクです。さあ、2球目は打っていった。ショートです。取りました。一塁送球、一塁アウト。ヒアショートゴロに終わりました。1投目、
ストレートを振って打球はセンターに上がっている。さあ前に出ます。取りました。それで3アウトチェンジ。9回の裏、試合は最終回まで来ました。この回はクリーンナップから始まっていきます。イースインを左のバッターボックスに入ります。どこに出るでしょうか。バッターイースインを第2球は通り入れてきました。ツーストライクです。さあ1球伸びてみるのか。イースインよくダメだな。中村アンノリと変えようかな。2号落とすかな。サードフライに終わりました。そして次の4番ミナ、ミナバー頼むぜ。初球はどうか。初球空振りです。いや力入ってますね。はい、豪快に振ってきました。2球目です。ストライクになります。変化球で2ストライク目を取りました。さあ追い込んだ。マジか。一気に勝負してきました。そして今日4回目のバッターボックスに入っています。初球はどうでしょうか。まっすぐを打ってピッチャーの正面、打ち上がりし打たれた、打たれました。ツーアウトからのヒット。中村これでヒットが今日2本目。そしてこれ2億か。2億は結構使うのに着点ということになります。最初の1球は何か。変化球打ちました。これはピッチャー正面、取った、ファーストへ送ります。そう、1アウト、3アウトチェンジ。さあ、タイマー10回、関本、今日はまだ塁に出ていません。第1球はどうか。最初のボールを決めました。カウントワンストライクのボールです。2球目、ストレート、ストレートで追い込みました。さあ1球様子を見るのか。さあこれは入れたい。あ、やべ、そう、これはセンターに抜けます。これのございます。左行ったらタイガース、今日打った人。そして次ランナー投げそうだ。ランナーを出しています。第1球です。ここはバントしてきます。ファーストが押されます。アウト、一塁はアウト。これでワンアウトです。さあヒットが出ると勝ち越しのチャンス。タイガースピッチャーのところにピンチヒッターです。セオリーどおりでいいんじゃないですかね。最初の1球、これも初球打ち、ライン際際どいか、取りました。これは一塁アウト。アウト3塁か。ファーストゴロに終わっています。そして豊田、今日は9回からマウンドに戻りました。まだ1安打しか許していません。初球インコースから入りました。ワンナッシングです。さあ次はどこへ行くか。ストライク、ツーストライク。次のボール注目しましょう。落ちるボール打った、ライン際はどうか、低いコース打っていきました。さあ4投目、うっしゃ、3アウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。ストレートで空振り三振に来て取りました。さあジャイアンツ、この後下位打線から始まります。タイガースは10回の裏、ジャイ7番バッター井端、まず最近全然当たってないな。初球見送っていきます。ボールカウントノーワン。さあ2球目は、これはストレート、平行カウント1エンド1。さあ3球目、まあ、球上がった。いやいや、ちょっと詰まりました。待って、これでワンアウト。井端、ライトフライの前で、この回はワンアウトになっています。何を投げてくるか。初球から打った、これを中間で、うっしゃ、いいね、いいね、ヒットになりました。いいね、無理だ、行ける行ける。連携プレー見せるか。そこは代打だろ、当然サヨナラ狙うね、サヨナラ。でもこれもおしゃれだな。誰狙う、誰出そうかな。ラミちゃんか、ラミちゃん持たない、宮田修一か。ラミちゃん今ちょっと持たない。いや、ラミです、使う。カブレラのカブじゃん。サブちゃん持ったのに。さあ、ワンヒット、サヨナラのこのチャンス。こいつらを超えたいことやつか、どっか贅沢なチームで行けるこの巨人は。ラミです。得点圏にランナーを置いての打席になります。ジャイアンツ、ワンアウトからヒットのランナーが出ています。まずどこに構えるか。今度もいい。くっそ、マジかよ。一塁、これはアウト。あなたもオスとアフツのゴールに終わりました。ここは試合の流れを決める。8回の前の打席、中身がないじゃん。よくしています。いや、でも青木がどう組み立ててくるか。大きく外しています。青木、このゲームは出塁1、フォアボールを選んでいます。2球目、やはりゲームとして、ここは勝負しません。これはね、ゲームですよ。はい、スムーです。ボール3、この回はワンアウトからツーベース。その後は内野ゴロに終わらせました。次のボールはフォアボール、歩かせたようです。ワンアウトのランナー、赤星、ツーアウトから、変えるんですね。亀井結構打つからな。
カブレラ微妙なんだよな。カメデコ。カメの中でも失敗だよ。さあ、ヒットでサヨナラというこのチャンス。ジャイアンツ、ここは代打を告げました。ちょっとね、ここは勝負かけてきましたよ。さあ、ジャイアンツ、フォアボールで三塁ランナーはそのまま三塁一塁です。さあ、一球で、初球振りません。ワンボールです。さあ、二球では。まあ、はい、この回からのマウンドになっています。そして、一安打に抑えています。やめた。左方向へ、追いかける追いかける。アウト。くっそー。モリネキ、バットよじゃな。マジか。なんでカメラのところが良かったんだよ。なんかね。あれ亀井って。何か。誰行こうかな。山口使うかな。バチャバチャなの使うの。いや、バいや全然いけるぜ、これ。ここで4番手ピッチャーに変えます、山口。ちょっとプルン出すのもったいない、まだ。11回のバッター、浅井。初球はどうでしょうか。最初は見ていきます。ワンストライクです。さあ、次はどう攻めるか。まっすぐ打ちました。取って、一塁に送ります。山口も結構使えるかな。次のバッターが入った高橋光信。このゲームはここまで全て凡退しています。初球はどうか。まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。さあ、どうでしょう。決まりました。このストレートで追い込みます。ピッチャー有利になったか。打球はセンターに上がったら前に突っ込む。取りました。ツーアウトになっています。そしてバッター4番バッターリン。さあ、どこから来るか。ストレート、これはライン側です。ツーアウトになっています。第2球決めてきました。さあ、バッター追い込まれています。さあ、次のサインチェンジアップ打ちました。またしてもファウルです。次は4球目。うん、これマジなの入ってくる。さあ、この打球はピッチャーに打たれました。ヒットになります。2本目のヒット、リン、センターへのヒット。ツーアウトランナー1塁。初球は最初は見ていきます。ワンストライクです。さあ、次はどう攻めるか。打っていった、これは1、2塁間。ファーストが抑えます。1塁に送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。11回の11回の裏、頼むです。初球はどうか。変化球を打たれ、左へ持っていった、上がりました。レフト後ろに下がります。しかし、これはレフトが当てます。いい、レフト前に倒れました。あ、ブラマーちゃん、全然今度は連打数にノーヒット。涙、これ入れてからでブラセンターやめましょう。今は結構打つ、いいやけど。まずは初球スタイル、ボールで決めたいな。さあ、次はどこへ行くか。モテモテ取られたわ。今のはファウルになります。さあ、一球様子を見るか。行ったか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 。あー、うそやろ。ありました。マジか。ダメだよ、伸びてないんだけ。あ、これ中村か。1回と3分の2を投げ、許したヒットが1本、与えた得点はありません。初球はどうでしょうか。初球振りません。ワンストライクです。順調にツーアウトにしています。2球目はどうでしょう。ボテボテ。あ、ダメや。打球は右、これはライトが前に出ます。しかし、詰まった当たり、打ち上げました。取りました。これでスリーアウト。ダメだ、全然点が取れない。それが普通なんだよ。12回、ここまでのタイムです。ヒットが9本。その山口変えるかな。クルン出すか。あ、クルン出すもったいないな。非公式出そう。ジャイアンツ、このピッチャー1対1、依然同点。さあ、この試合どこで動いてくるのか。1投目はどうでしょう。早く落ちました。堀田、ピッチャーライナーに倒れました。下位打線、関本、今日は1回塁に出ています。まずどこに構えるか。初球狙って空振りです。まっすぐでもね、ピッチャーによって癖がありますか。低めのボール打って、打球ラインには左に切れるか。さあ、次はどうするでしょう。あーっと、打った。取って、ファーストへ。これは1塁アウトです。関本、セカンドゴロに倒れました。初球はどうでしょうか。まずこれは大きく外れました。ボールにしてきました。さあ、2球目。さあ、いい当たりだ。これはセンターへ上がった。今のは伸びてませんでした。この引きは簡単に。これで点が入れなかった。引き分けじゃ引き分けじゃ悪い。
12回までしかやらんからね、最近のプロ野球は。デッドボール。やってくれたーニューヨーク。怒った。怒ったわ。ちょっと苦しそうです。許してやれよ。はい、ここで。思わずピッチャーがあるか。そして打順が変わります。ちょっと今の中段が違うだったでしょ。カブレラで行こう。カブレラでホームランなんかじゃダメだよ。ここでね、変えてきますよ。ジャイアンツです。こちらも代打を送ります。カブレラ、12回目がノーアウトです。ファーストランナーは、サヨナラのランナー。初球です。初球から際どいコースをついてきます。この球はボールになります。2球目。ストレート。カレミがあったのか。おい。カレミなかった。バカよ。あの時だったら中に来ない。打ってくれてうまく打ち取れましたよね。たった2球でツーアウト。安倍晋之助だぞ。つまらん。ちょっとバッター変えますね。さあホームランが出るとサヨナラという場面。ジャイアンツ。新しいライダーを起用します。初球は。よう見てから打てねえだろうが、引き分けもあった。三連戦の第1戦は1対1、規定によって引き分けということになります。残念、引き分けもあった。それ開けとんのくれの？うん。先に。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。この放送の解説はローズがホームラン打ったね。勝友さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。2週2回じゃないと。2週2回じゃないと。